ハイエースの、キャンピング仕様、これを、2年ほど前にね、中古車なんですけど購入しました。それでこのセカンドシートですね、運転席の後ろにあるセカンドシート、このシートがねほとんど使われてない状況なんですよね。ほとんど1人もしくは息子と2人ぐらいでね、釣りに行くぐらいしか使ってないんでもうちょっとね快適に使いたいなと思って、できればねもうコロナの方ももうちょっと落ち着けばね、一泊二日でもいいんでどっか旅行とか行きたいんですけどね、その日が来ることを願ってね、ちょっとね、2年間もこの状態で乗ってたんですけど、ちょっとねこのセカンドシートを外してね、棚ですね、ちょっとしたシンクもつけようかなと思っとるんですけど、シンクはね正直私車の中でね料理しようとは思ってないんで、ちょっとコーヒーくらい飲めるようなちっちゃいシンクでもつけようかなと思っています。とりあえずこのセカンドシートを外して寸法を測って、あとどういう風にやっていくか、おいおい考えながらちょっとやっていこうかなと思ってます。